てを終わらせてしまえたらどんなに楽だろうか。そんな風に思ったことはあるかい。自分を傷つけてまで。ドクターヤングルーヴ。はい、今回も今週も始まりました。ドクターヤングルーヴ5週目です。はい、はい、スペシャルウィークですね。ウィークですね。各バンドから集まってやっております。本日このラジオをお送りするのはキャットベアーズベースコーラスアミと、ギターボーカルコウヤとサウスニックベースコーラスリュウくんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。イエーイ。初めてこのメンツだね。そうだ ね、なかなか珍しい組み合わせな。もうどう話したらいいか分からない。本当そうだよね。5週目に出るのが初めてなんだよね。あ、そうなんですか。一回出たことあるんだけど、うんうん、誰一人として来なくて。ソロってこと。あのカンカンレモンチーの姫のゲストとして。そんなことあったんだ。はい、すごいな、ワンマンじゃん。もうびっくりした。誰も来ないというスペシャルな5週目ですけれども、はい、皆さん暑くなってきましたね。暑いですね。暑いですよ、もう溶けちゃうよとか言いながら長袖つけてるけど、こうやし、やだよ。しかも黒っていうね、超暑そう。吸収しちゃう。そう、なんとですね、はい、壊れていた車のクーラーが直ったんですよ。おめでとうございます。そう、クーラーだけじゃなくて全部壊れちゃったけど、全部全部なんかエンジンが不調を起こしてうん、うん、坂道が登れないっていう現象が起きてて。そう、地獄。やばい。クーラーだけでも、うん、夏はきついのに、うんうんうん、車動かんぞってなって、そう、2週間原付生活をしておりました。そう、治ったのもあって、うん、車の中が寒いんだよね。ね、なるほどね。そんな酷使してたらさ、すぐ壊れちゃうよ、ま、確かに、うん、あと1年持ってくれればいいかな。僕いつも原付なんですよ。あら、大変。あ、そうなんだ。 やっぱ焼けるんですね。なんかいい感じでさ、健康的な肌色になってますよ、リュウ君。確かにそうだね。そんな健康的じゃなかった。こんがり。なんかうちなんちゅらしい。そう、割とこんがりしている。もうね、焼けたくない、焼けたくないと思いながら、うんうん、焼け止め塗ってんだけど焼けちゃうから。あ、そうなんだ。やっぱ沖縄の日差し怖いね。怖いっすね。いや、あれはね、日焼けじゃなくて火傷だもんね。火傷だ。確かにそうだね。寝れないよね、痛くて。ああ、うん、そう、起きちゃうから。あ、そこまで日焼けしたことないかもしれない。本当に。うん、羨ましい。羨ましいよ。ないかもな。ないです、はい、はい。はい、ここで急になんと操作ミスをしてしまいましたが、はい、はい、じゃあ早速オープニングトークの方、はい、トークテーマの方いきましょうか。はい、はい、先週のエコルさんからいただいておりますトークテーマ、まず一つ目、かき氷何の味が好き。何の味。あ、かき氷か。え、これね、私、うん、かき氷って普通思い浮かべるのは、うん、この夏祭りとかにある、はい、この氷があってシロップがかかってるみたいなかき氷じゃないですか、うんうん、最近のかき氷ってなんかめっちゃ進化してて、なんかチョコレートかき氷とか、なんかオレオとか乗ってたり、オレオ、そう、オレオとか、なんかチーズケーキかき氷みたいな、チーズケーキ、そう、チーズソースがかかってたり、なんかいろんなかき氷があって、うん、今年はその変わったかき氷を食べるっていうのが夏の目標。なるほどね。そう、すごくない？全然聞いたことないな、そんなかき氷。それってもうカフェじゃない？ね。確かに。今聞いてても、そうだね、パフェだね。ちょっと、ちょっとお買い求めやすいパフェ。確かにな。なるほどね、確かに確かに。で、氷だからヘルシーじゃん、どちらかといえば。そうだね。あ、そういった意味でもいいかも。そうそうそう、でも好きなかき氷の味ですよ。あ、断然ブルーハワイだわ。あ、そうなんだ。僕もブルーハワイ。あ、本当。なんかさ、これ持論かもしれないんだけど、うんはい、かき氷のシロップって俺色だけだと思ってて。あ、よく言われますよ、ね、聞いたことある。そうね、あの目つぶって食べたら当てられないらしいんだよ。絶対嘘だよと思うじゃん、やったんだよ、やったんだ、分かんなかったんだよ。嘘、本当に。でも一個だけ分かったのがあって、はい、そっからそれが好きになったんだけど、うんうん、レモンだけ分かりやすいんだよね。レモン、そうそうそう、レモンだけ飲んでか知らないけど分かるんだよ。サ
酸味やっぱ香り付けはされてんのかなかもしれないね。すげえ絶対嘘だと。なんか何確かに似てるけど、うんうん、ブルーハワイの方が美味しいじゃんイチゴより。あ、わかる。待って、そうかもしれない。イチゴなんかね、うん、俺あのシロップのイチゴ苦手でさ、うん、とかこのなんか飴が溶けたような。あ、はいはい、わかる。そう、確かにイチゴは例外かもしれない。あ、イチゴだけ別なんだ。イチゴとレモン特別枠。そうだね。あの俺ブルーハワイとメロンの違いが分かんなかった。あの青と緑の違いが分かんない。メロンソースってあったっけ。なんか緑色のやつ。緑色のやつ。あ、そうなんだ。食べたことないな。が分かんなくて、あとグレープも分かんなかった。そうなの。そう、分かんなかった。グレープってあるんですか。あるあるある、紫のやつ。あー、見たことない。コーラとかもあるよね。コーラも、コーラは分かりやすいかもね。あるんだ、本物のコーラなの。コーラじゃない。あ、コーラシロップじゃないんだ、あれは。あの、訂正しますね。思ったより半分ぐらいしか、あの、似たような味ないかもしれない。だからさ、私きっと思ったよ。意外と分かりやすいかも、うん、でもなんかレモンが個人的に一番分かりやすくて、そっから勝手にあの特別感を感じてレモンが好きになった。あ、そうなんだ、うん、レモンか。でもさっぱりしてて美味しいですね。そう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 、確かに夏にぴったりかな、うん、柑橘系の爽やかさ、うんうん、ね、確かに夏だからね、うんうん、これ僕小さい頃からうん、めっちゃ疑問に思ってるんですけど、うん、僕みかん大好きなんです。ほうほうほう。なんでオレンジ味ないんだ。確かにあんま見ないかもしれない。聞いたことない。うん、なんでだろう。私なんか作りにくいんじゃない。あー、確かに。どうなんだ。でもオレンジジュースとかかけてもね普通に美味しそうだけど。確かにそうだね。昔は食べたすぎてバヤリーですかね。あー、合う。どうだった。普通でした。普通か。そのまま飲んだ方が美味しかった。そのままの方がいい。でも合わないわけないよね。元はさ水なんだからさ、氷と一緒じゃん。つまり薄めるってことだから。そうそうそう、ただの薄いバヤリースになるだけだから。確かにそうだね。ただ冷たいバヤリース飲んでたの。ちょっと薄めみたいな。なるほどね。もう食べたい味があったらさ、うん、その飲み物をさ凍らして、ミキサーに、ミキサーってかかければもうそのまんま。確かにそうっすね。そう、シロップいらずして完成するんだよ ね。カルピスとかもね、原液かけるし、ね、やりますね。うん、それ今度ちょっとミルクティーでやってみるわ。ミルクティーどうなの。ミルクティーってどうなんですかね。でタピオカとか乗っけて食べたい。あー、合いそうだね。合いそうじゃない。新世代かき氷。あ、そうそうそう、いいね。お店開こうかな。かき氷屋さん、うん、通いますよ。さて、はい、おもろいな。ということで次のトークテーマ、はい、行ってみますか。はい、お次のトークテーマは夏祭りの思い出。はい、夏祭りが最近行ってないしな、ね、コロナやらなんやらありますから。最後行ったのいつですか、皆さん。夏祭りか、うん、高校生かもしれないな。僕も高校生です。え、そんな昔、うん、でも何年前とか、4年前とか。あー、そっか。怖い怖い、そういう話したくないんだよね。時の流れが。ちなみに俺5年前だからね、高校生。嫌だよ。なんか4年まではさ、いいけどさ、5年前からもう四捨五入したら10じゃん。確かに。そう、4は切り捨てていいけど、ちょっとなんか4と5に差を感じるよね。そうっすね。うん、嫌だな夏祭り。あ、なんか自分怖いの苦手だけど、うん、すごいお化け屋敷に入ってみたくて、はい、なるほど。で、友達を連れてお化け屋敷に入ったはいいんだけど、うん、怖すぎて、うん、目開けられなくて目を閉じたままダッシュしてたら、うん、気づいたらお化け屋敷の外にいた。何その超能力チックなさ。何なんか安心みたいな。だから500円払ってただ目をつぶって走っただけみたいな。すごいな。逆に目つむって進行方向分かったのすごすぎ。やばいっすね。多分一方通行だったのかな、うん、あー、なるほどね。怖かった。高野さん思い出あります。なんだろうな、夏祭りか、うんうん、夏祭りって言ったらなんかやっぱ地元の夏祭りに行くことが多かったんだよね、はいはい、俺はどっちかっていうとお客さんとして行くっていうよりも、うんうん、あの屋台でバイトしてて。あ、そうなんだ。そうそう、はい、だからあのかき氷をめちゃくちゃ作った記憶があるんだよね、夏祭りといえば。手で手動で削るの。うん、ガーって出てくるんだけど、そう
それをあの一気にさこの子連れの親とかがさ、ね、何組かの家族が一緒に来てる時とかがあって、はいはいはい、2,3 組とか一気に12個くださいみたいなこととかあって、そうで俺めちゃくちゃ作るの早かったからしかもさそのかき氷を作るスペースって氷が飛び散るんだよ。あ、そうだね。で床がめっちゃ氷だらけになって滑るんだよね、うん、でこのシロップのところとかき氷のところをこう靴で滑って行き来しながらかき氷をガーンスルーン時間短縮キューみたいな。そうなの。でやって提供してたっていう記憶がある。プロじゃん。そう、ある意味特技。特技だね。もうできるか分かんないけどもうこけちゃうかもしれな い, すごいす、ね、あ高校生だからできたことかもしれない。あー、なるほどね。そうそうそう。バイトか。楽しそうだね。でも夏祭りのバイトって。そうそうそう、楽しかったよ。あの終わった後にねめっちゃもらえるんだよ。焼きそばだったりお好み焼き大判焼きとか、うんうんうん、もう食べれないぐらいもらえるから、うん、だから夏祭りとか祭りに行った時に、うん、なんかあのその特別感を感じなくなってる。え、どういうこと？あの屋台の食べ物を大量にもらいすぎて屋台でご飯を食べることに特別感を感じなくなってしまったっていうのがちょっとデメリットかな。あ、なるほどね。屋台でバイトする。確かに。でも屋台のご飯ってなんか、うん、食べ屋台で買って食べ歩きするから美味しさ倍増みたいなところありますね。確かに。そうですね。雰囲気大事だよね。うん。リュウ君はある？なんか思い出。ちょっと恥ずかしい話になる。何聞かせてよ。ちょっと当時気になってた女の子と。おお、好きだよこういう話二人で、はい、うんうん、遊びに行ったことです。へえ、二人で。しかも二人でグループとかじゃなく。そう。あら、思って。なるほどね。何告白とかしたの？何も進展ない何もないんかいもうお祭り行って、あ、じゃあ夜になって暗くなって、まあ未成年だから、うんうん、18歳以下だし、うん、帰らなきゃいけない。そう、確かにね。じゃねーみたいな。あー、なんでと今思えばねそうだよ、ちゃんとなんでそこで幼かったんだ。伝えないと思え。ちょっとちょっと甘いけどちょっと苦いな。そうですね歌詞にできそう。めっちゃ恥ずかしい人の話聞くの好きだけど自分の話聞くのめっちゃ恥ずかしい。あ、確かに。それあるあるだよね、恋愛話は特にそうですね。夏祭り行きたいな。なんか花火とかさ、うん、見たいよね。めっちゃ行きたい。確かに。なんか SNS とかでさ、うん、この回ってくるじゃん、この夏祭りできてる地域とかは。あ、そうですね。そう、沖縄は結構コロナ多くて、うん、祭り中止になること多いと思うんだけど、うん、その内地とかさ本土の方に行くとコロナ少ない県とかはやってたりとかして、うん、そう、ね、そう、花火がめっちゃ一面に広がってて、その下がさ湖か川なのかな、反射してもう画面全部花火みたいな。あ、すごい。いや、行きたいと思って。すごいね。もう沖縄は花火大会もあんまないですから ね。 そうだ ね、 本当にやらない。なかなか見なくなったね。そうですね。うん。あ、そう、もう一個あって、はい、この夏祭りの日に、うんうん、あの飛行機で帰ってきたことがあって、はい、その飛行機の上から花火を見たっていう経験があるんだよね。すっごい。すごいさ、立体的なんだよ。この上から見たらさ、なんていうの、なんかこの模型を見てるかのような、なんかすごかったよ。縦からさ見えるんだよ、うんうん、だから花火がさ、このなんていうのかな、車輪みたいに見えるわけ。そう、みんな普通は上から見るからさ、あ、上からじゃない、下から見るからこう円じゃん、うんうん、平面上の円みたいな。そうそう。だけどこの花火の前後を飛行機で通り過ぎたから、はい、この丸からだんだん形変わってって一直線になってまた丸に戻るみたいな、うん、っていう、そう、ちょっと貴重な経験をした覚えがある。なんかそういうさツアーみたいなのあったらいいのにね。確かにそうだね。花火をそう帰りながら、そう、見るツアーみたいな。確かに、超ロマンチック。そう、それめっちゃ記憶に残ってるな。超いい思い出じゃないですか。うんうんうん、なかなか見れないよね。そうですね、うん、ないよ、羨ましい。そう、
なんか夏祭りって言ってもなんかただの夏祭りじゃなくて、うん、こうやってなんかバンドマンとかいっぱい集めて、うん、なんかフェスみたいな軽いフェスみたいな感じの夏祭りとかもやりたい。なんかちょっとした屋台みたいなのも、ね、なんかライブハウスの前とかにいて知り合いのね、そう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 、飲食店さん、そうそうそう、確かにそれ超楽しそうだね。ね、やりたいね、やりたいっすね、うん、ぜひあの沖縄中のバンドマンを集めて、うん、企画しましょう、はい、夏祭りフェス夏祭りフェス最高だね。もうそれはもう夏フェスっす。そうだね、これを夏フェスというのか。その沖縄もさ、そういうクオリティのでかいっていうか規模のでかいさ、うん、フェスをね、なんかどんどん作っていけたらなって思うよね、うんうん、そうだね、そう、海もあるし、はい、やりたいことはいっぱいありますね。そうですね、はい、たくさん夏の思い出を作っていきましょう。はい、じゃあ最後のトークテーマ、はい、ということで3つ目はですね、聞き丸々できるものありますか。聞き丸々、え、さっき高野さんあれじゃない、聞き、あ、かき氷シロップ、あ俺あれだな、聞きミルクティーできる。え、嘘、できるできる、あ、できる、ミルクティーはね、マジで自信ある。そうなんです、わかるよね。まさかここで被るとは思わなかった。だからよ、じゃあ俺ね、ずっと探し求めてたんだよ、ミルクティーで語れる相手を。俺、ミルクティー死ぬほど飲むんですよ。え、そうなの、仲間だよ。やばい、ミルクティーとミルクティーに挟まれて私もミルクティーになるんじゃないかえ、ちなみにリュウ君はミルクティー何が好きなの。え、キリティ一択です。だよな、だよな、キリティしか勝たないんです。だよな、聞いてますか、キリの紅茶さん、あの、はい、CM ください。僕にも待ってますあのうちのリュウヤも、うちのメンバーのリュウヤもよく飲む。あ、そうなんだ。俺飲みすぎてさ、健康診断引っかかったんだよやばいやばい、自重してください。あの親よりあの血糖値が高かったっていう50代の親より血糖値高いっていう、ちょっとそれはまずいっす、ね、20代前半、うんうん、危ない危ない、控えてますよ最近。やっぱ小さい頃から好きなんで、うんうん、やっぱいろんなもの飲むんですけど、やっぱ味違いますもん、ね、全然違うね。そうなんだ、キリティだけなんかすごい飛び抜けてうまいというか、うん、そう、うん、なんかね、うんうん、このやっぱ沖縄って暑いじゃん、うんうんうん、ごくごく飲めるものが、うんうん、ものを体が欲すんだよね。でそれミルクティーってさ、基本的になんかまろやかというかクリーミーというか、はいはい、ちょっとなんか重いというかずっしりくる系じゃん、うん、アップルティーとかさ、うん、ストレートティーとか、はいはい、そういうのに比べてちょっと重みがあると思うんだよ、はい、それをキリティーだと感じないっていう。そうですね、キリの紅茶だとそれが結構もうごくごくいけちゃうっていう、気づいたらなくなってるんですよ、うん、そう、え、そうなの、なくなってる。なんだろうね、葉っぱがとってもいいとかなのかな、なんかなんだろうね、美味しいのかな、なんかどこ探してもキリの紅茶以外にミルクティーが、うん、あの缶に入ってることってあんまないじゃないですか。確かにそうだね、缶なのか、缶、あの缶缶マジックってあるよね、うん、ありますよね、あの缶で飲む方が美味しく感じるっていう。え、そうなの、なんか、はい、ペットボトルよりさキンキンに感じない、冷やした時やっぱなんか唇と金属が触れ合うから、確かに、うん、やっぱ冷たさっていうか、うんうん、直に感じるのかな。あ、増すの、うん、感じると思う、確かに手も冷たいしね、うん、金属の方が、うん、あー、そういうこと、そうそうそう、なんか全然分かってもらえてない。この前ちょっと YouTube の動画で、うんうん、コカ・コーラの、おうほう、あの瓶とペットボトルと缶のやつで味違うんじゃないかみたいな、あって、うん、本当になんか違った感じのリアクションをしてた、そうなの、そういうのあるのかなと。なんか目に見えないだけでこの入れ物とさ、何かしらの化学反応を起こしてるかもしれないよね。アルミともしかしたら、あ、でもありそう、そういうの、ね、これは探偵ナイトスクープ。だって手ですくったら絶対あの塩分足されるもんね。そうそう、なんか分子レベルでなんかありそうで、そうそうそう、ちょこっとだけ、ね、ありえるのかもしれない。探偵ナイトスクープしてみてもいいのかな。だからキリティがあのペットボトルで出ちゃうと、うん、あのあれってなっちゃうかもしれないね、もしかしたら。ああ、缶だからこその、そう、逆に他のミルクティーが缶になると美味しくなる可能性もあるよね、うん、そうですね、うん、
あでも相当すごいですね、その缶っていうのをそこだけがやってるっていうのは確かにすごいアドバンテージというか、うん、はい、ということでキキミルクティーができる2人でした。ちょっと練習しようかな私も、うん、アミーは何かありますか。え、私ね本当にあの何でもかんでも美味しいって感じるタイプで、なんかキキ〇〇って言ったらやっぱ食べ物とか飲み物とかしか思いつかなくて、うんうんうん、もう全部美味しくて幸せだな。めっちゃ幸福度高そう。全部美味しい。そうだからなんかやったとしても多分美味しいで判断しちゃって、うんあ、これも美味しい、これも美味しい、とりあえず美味しいからいっかってなっちゃう。満足しちゃう。そう、だからなんか欲しいな、私もこれ聞けますよ、みたいな。あー、なるほどね。どうしよう、なんかバイオリンとかいっぱい聞こうかな。あー、そっちの方がレベル高くない？お嬢様や。確かになんか皆さん、こんなキキ〇〇あるよみたいなったら教えてください。練習します。なんか逆に周りの人とかにそういうなんか特技持ってる人いる？聞き何々、聞き何々、聞きエナジードリンク。いそう、そういう人。それはいそうだよね。なんか結構分かれるじゃん、そのモンスター派、レッドブル派とか、あのゾーンとかいろいろあるし。確かにね。 あれって味違うのかな、やっぱり。いや、味は違う。あ、違うんだ。うん、なんかモンスターってすごい大きいじゃない容器が、うんうん、だからめっちゃお得感あって。確かにね、値段ほぼ一緒だもんね。そう、味で選んだことないな。だからあ、量で選んでるんだ、うん、個人的レッドブルは粉薬の味がするんです。あ、そうなの。ごめんなさい、レッドブル好きな方いたら。粉薬美味しい人もいるかもしれない。ちょっとそれはそれでやばくない。危ないな、なんか危険な匂いがする。あ、なるほどね、エナジードリンク。あ、エナジードリンクはいそうだね。うんうん、死ぬからやめなみたいな。確かにそうだね。飲みすぎは。そんな効きエナジードリンクできるまで飲んじゃったらちょっと危険だね。ちょっと心配の方が勝っちゃう、うんうん、今ヨーグルトハマってるんですよ。毎朝ヨーグルト食べてるから。なるほどね。ヨーグルトで練習しようかな。なんか手出そうとするもの全部難しくない。ヨーグルト、ヨーグルト難しいかな。多分ね、あの下手するとヨーグルトって発酵の時間がちょっとでもずれると多分味が違うと思うから。同じ商品でも、そう、違うかもしれないんだよ。なるほどね。だからさっきからハードルが身長の3倍ぐらいの高さなんだよね。届いてない。菌の味なんかわからないから。確かに乳酸菌に強くなりそうだね。この乳酸菌いいぞみたいな。お米とかいいんじゃない？あ、お米ね。そうそうそう、確かにかっこいいかも。なんかご飯屋さんとか行って白米食べて、あ、はい、このお米コシヒカリだよみたいな。よくない？モテそう。お米マイスター。このシチュエーション、シチュエーションなんだ。いいやん。お米屋さんに誰と行くんだろう。この米コシヒカリ。お米って炊くとしたらさ、1号とか2号炊くから、うんうん、むずいね、比べるのがさ。確かにそうだね。2号食べきらないと次に行けないみたいな。こんぐらいのおにぎりボールにしちゃえばいいじゃない。あー、確かに。あ、そういうこと。なんかさ、この1号ずつの食べ比べセットみたいなのが売ってるんだよ。へー、そう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 。多分ね、そういうこの贈り物をするようなあの時期になると出てきたりすると思う。へぇ、そうそうそう、ショッピングモールとかに多分あるんじゃないかな。あ、じゃあこのラジオ終わったらあのお中元コーナーにあの行きたいと思います。ラッピングどうしますか。そのままで。はい、食べ比べセットでラッピングしないっておもろい。はい、コメントをいただいております。はい、クライン2さんでいいのかな。はい、はい、多分キキ3ピン茶ならできます。お、すごくね、それ。すごい、3ピン茶。俺わかんないわ、違いあるのかな。3ピン茶全部美味しい気がする。そう、うん、3ピン茶で俺まずいって思ったことないや。いや、美味しいよね。美味しい、美味しい。今日は3ピン茶なんだよ。え、ジャスミンティーと三品茶ってなんか違う？呼び方じゃん。え、じゃあ一緒？全く一緒？そう、うん、一緒一緒。沖縄の呼び方が三品茶。あ、そうなんだ。ジャスミンのなんか方言みたいな感じ的な感じ。あ、でも多分沖縄のこの三品茶とこの本土のジャスミンティーは多少あの
成分違ったりとかするんじゃないかな。かもしれない。味なんか違う感じする。そうなの。うん、でも部類は一緒だと思う。あ、同じ葉っぱでみたいな。コーヒーの味が豆によって違うみたいな感覚で、茶葉、そうそうそう、違うのかもね。なるほどね。ジャスミンにも種類があるのかもしれない。そういうことか。そうそうそう、確かに結構有名なあれだもんね、茶葉だもんね、ジャスミン。へえ、確かによく聞くよ ね。人の名前で聞くのかな、わかんないね。ディズニーキャラクターに。あ、そういうこと。某お姫様とかそういうこと。はい、ということでトークテーマはここまでにして、はい、曲の方行きましょうか。はい、何を流しましょう。ゆうくん DJ へいじゃあということでお聴きください。サウスニックでフレーバー。君の匂いで目が覚める、優しい声安心する、君に毎日好きだと伝えよう、寝る前には必ずおやすみのキスを。切ない顔してる、無理して作ってた君の笑顔を僕は一目見てわかったんだ、胸がギュッとなるあの感じ、いつか心から笑えば想像だけが膨らむ、大切にしたいと思ってしまって僕に勝手だった、もう戻れないよ、純粋だって素直な気持ち、サウスニックでフレイバーでした。いい曲や、いい曲やね。はい、ということで、はい、ここで実はお知らせがあります。はい、ここでドクターヤングルームから皆さんに大切なお知らせ。はい、イエーイとは言えない。はい、はい、ドクターヤングルーム、長い間皆さんご愛顧いただいたのですが、はい、本日で最終回となります。はい、最終回だね。寂しいね。そう、楽しかったよ。残念ですか。どんぐらい。1月から始まったから。1月から始まったんだ、この番組はね。那覇ラボはもっと前からだけど、1月からやってるから、1,2,3,4,5,6,7ヶ月、7ヶ月かな、合ってる。7ヶ月、そうだね、合ってる。7ヶ月間、半年ちょっと、うん、ね、いやあっという間だったね。みんな同時に喋るっていう本当に誰も協調性がないね、音楽情報をお届けできたかしら、この7ヶ月間。そうね、なんか音楽の話するよりもおちゃらけてる場面が多かった気もしなくもないが、
何回か大喜利みたいなこともあったし、大喜利大喜利みたいな、なんかあれあったの、サウスニックはこの毎回決まって何かはするみたいなのかあったの。そのね、企画を考える前に、うん、ちょっとライブに向けて動いてたりして、うん、あーなるほどね、ゲスト呼んだりとかして、うん、あーなるほど、あじゃあこの今から来るライブの告知がてらゲスト呼んで、はい、ライブにつなげるようなラジオをしてたってことだね。めちゃめちゃバンドマンらしいラジオの使い方じゃん。いやもうなんか正しい正解って感じ俺らなんて毎回川柳やってたから確かに川柳やらされたかもしれないああそうだね、サウスニックがこのドクターヤングルーム正式に始める前に、うん、うん、あゲストとしてね、はい、何回か出させていただいたんですけど、はい、そうキャットベアーズあの週の時、うん、ちょうど新年じゃない、そうだったっけな、新年か、新年ぐらいのあれで最後川柳で締めさせられた記憶です。そう、だいたいね事故るんだよ確かにね、それはフリースタイルだ考えない、なんかどちらかといえばその笑いのスキルを磨くためのラジオみたいになってるよね私たち。俺あのね核の川柳が成功した例あんまり記憶にないんで、いや本当にあの川柳のさルール分かってないよね、分かってない字余りなんとかかんとか字余りって言うけど字余りどころじゃないんで、そうなんかただの文みたいな、そう単価じゃん単価確かに核が言えばね全部趣深くなるものですよあいつ自分で笑うからなお笑いとしてはゼロ点え、でも漫才師とかがさ、うん、なんか漫才師ながら笑っちゃうの好き、めっちゃ、あー分かる、分かるわ、思わず吹いちゃう漫才師みたいな、うんうんうん、あれ超好き、あれおもろいよね、うん、なんかいい、微笑ましいよね、ニコニコしちゃう、うんうん、めっちゃはい、ということで今回の放送で、はい、終了となってしまうんですけど、またどこかで、はい、皆さんとお会いできたらなと思います。そうだね、はい、私たちはライブハウスにずっといるしね、はい、うん、これからも活動続けていって、うん、またねこうしてあのラジオとか SNS とかを通して何かしら発信していけたらいいなと思いますので、うん、そうね、まだあのサウスニックとか、うんうん、キャットベアーズの SNS フォローしてないよとか、うん、YouTube チャンネル登録してないよって人は今のうちにポチッとしていたら、あの実はあの3年後、4年後、5年後に自慢できるかもしれない。おさんぶれます。そう、あのそのスクショしとったらいいと思う。この人数が少ないうちにチャンネル登録者数者数何人の時からあの僕は聞いてました。めちゃくちゃおさんぶれる。そうそうそう。今ならね。間に合うからね。お得です。はい。はい、ということで最後なので。ね。音楽番組らしいことしましょうか。らしいこと、バンドマンのね魂のぶつかり合いトークを繰り広げようじゃないか。ね、そんなバチバチにやるの。でもなんやかんやさ、サウスニックとの関係は長いよね。はい、確かに。キャットベアーズが結成当初からサウスニックとはお世話になってる。本当に結成時期3ヶ月ぐらい違い。あ、そうなんだ。本当に活動開始の。ほとんど同じぐらい。え、そうなの ?2019 年の10月とか。そうね、9月だから。初ライブ。なるほどね。じゃあもう同期だね、完全に。もう完全に同期だね。なんかさ、この2人は高校生の時からこの軽音とかやってたじゃん。で、俺はもう全然バドミントンなんてものをやってたから、あのそのこの界隈にすごい疎くて、もう最初の頃めっちゃ不安だったんだよね。そうなの。もうああみんな怖いみたいな、俺どうやってここの人たちと関わり合っていけばいいんだろう、馴染み方、一人だけすごいアウェー感を感じるし、キャットベアーズで行ってもあ谷間の子たちかみたいな、谷間の、そう、谷間のあの二人がいるバンドだよねっていうのがあったから、すごい、俺いていいんだろうかみたいなのはすごいあったから、なんだろう、このリュウ君とかさバンド違うのに結構話してくれたりとかして、なんだろう、サウスニックとかもそれこそ同期たちは結構よくしてくれて、なんとかこの馴染むことができたっていうか、そう、もう不安だらけだったね最初は。あ、そうだったんだね。そう、全然もうなんかだからステージに立ったことすらないから
不安だったな。確かになんか周りみんな知り合いで自分だけみたいなだと確かに不安かも、ね、そう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 。リュウ君なんか見てくれるこんな いいやつ見るからにいいやつでも多分キャットウェアーズの初ライブ多分僕見に行ったんですよ。あれあのヒューマンステージで、うんうん、あ名前が違う時のやつあだったかも。そうだ、ね、多分もう初ライブというか何初ライブなのかあれはなんかサークルの発表会みたいな。そうサークルのそうそうそうまずキャットウェアーズになる前そうそうそうだね。そっかそっか全然えすげえ、書くからやっぱいろいろ高野山とかの情報とか聞いてたんですけど、うんうん、あやえ普通にすごいじゃんみたいな思ってしまった。どや多分サウシードックやってた記憶があるんですけど、ああそうです、ね、サウシードックさんのね、うん、コピーしてたね。めちゃくちゃうまいや、うん、いやいやもう今や見返したらあの冷や汗止まらないよ本当に。だってさあの楽器始めたのも大学入ってからとかだから初期の頃の映像なんて見れたもんじゃないよね。そうそう、うん、全然見れないし。でもあの初期の頃の歌詞は面白くて遡ってなんか俺あるんだよ面白いあの書き留めシリーズみたいな覚えてるでしょ。覚えてる覚えてる。なんか一番面白かったのが蚊と同じだよ殺しておかないと後々面倒になるメモってるやつがあってなんか病んでます病んでない病んでない何に影響されたんだろうねそれは。蚊に噛まれたんじゃないかな。でも蚊っていうチョイスがいいよねめっちゃそうそういうのとか遡るのはそうねそう結構好きだな。未だになんか恥ずかしいもん。うん確かに。でもいい、その恥ずかしがれるぐらい今はもう成長したっていう。そうだねことじゃないですか。確かに。はい、蚊と同じいや思い出さなくていいんだよ今日も ここ解散するときに忘れな分かりましためっちゃキラーフレーズ確かにそんなん歌詞に書かないからねなんかラッドウィンプス味を感じました。ああなるほどね懐かしいいやー、馴れ初めのこと話すといろいろ面白いね。そうだね、あの頃なんか全然関係ない話になってくるけど、うん、こうバンドやっててやっぱ高野さんとかハクとかずっと一緒にいるわけじゃないですか、うん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 、なんかハクに似てるって言われることが増えてきて。あー、なるほどね。そう、なんか一回、うんうん、アミちゃんとハクくんって兄弟って言われて、違いますよって言ったらすっごい似てるねみたいに言われてみたいななるほどね。その似てるってのはどこを見て。なんか言動動きとかがめっちゃ似てるって言われて。なるほどね。でもそれ正直わかるかも。わかるわかるわかる。恥ずかしい、なんか照れるわでも一回、うん、キャットベアーズのライブ見に行った時、うん、カクとアミの服の色が被ってて、ちょうど2人がステージの前側に出てきた時があって、うんうん、かぶってんじゃん写真撮ったんですよ。へえ、多分今でも残ってる本当にそれ珍しいんだよ、カクとアミちゃんが服かぶるのはね、なかなかない。カクだけいつも違うんだよね。どっちかっていうとこっちが色かぶったりすることが多いから。そう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 。だってね、 MV の時もたまたま揃ったんだよ。あ、そうだね。そうそうそう、黒ズボンみたいな、うん、MV の時は株…打ち合わせしたしました。あ、したんだ、うん、したしなかったよね、何も。そうだね。ただあの、シワのついてないシャツをなるべくっていう感じだったんだけど、あの、カクが普通の使い古した T シャツつけてきてしかもさ、靴下が真っピンクだったんだよ。そう、真っピンク茶色の革靴に真っピンクの靴下みたいな。どうなってんだ、足元映されるなんて思ってないですよみたいな。お前バスドラ叩くだろうが。もうスタートがさ、バスドラからだから、このシーンも各の足からスタートなのよ。そう真っピンクやみたいな。それだなそんな裏話があるよね。そうそうそう、あのミュージックビデオ過激になった、うん、サウンスニックも一回服色みんな全員被ったことある、うん、
全員かぶったの。あの3回目のライブで、名古屋からバックリフトのバンドが来て、出させてもらったんですけど、みんな黒スキン、白シャツ、サポートで、元ヒアフォーの吉木さんって方が入ってもらって、入ってもらってたんですけど、吉木さんも、吉木さんの方が逆に黒白じゃないですか。いつもね。全員じゃん。リュウ君の白黒とかあんま想像つかないけど。白黒。あ、本当に？あ、そう、サウスリンク入ったり、色付きのものを買うよ。あ、そうなんだ。前まで服全部黒白。なんかそれはメンバーの影響とかがあるな。個性出そうと思って。あ、なるほどね。なるほどね。いや、俺もさ、あの、アミちゃんと書くのさ、このキャラが強すぎてさ、ギターボーカルが埋もれちゃうんじゃないか説がさ、そんなわけ。本当に。だってもともと2人なんかセットみたいな感じだったじゃん。だし、なんて言うんだろう、このキャラも近しいものがあるし、俺一人だけちょっと無口寄りだし、そう、だから埋もれちゃうんじゃないかと。ずっと不安なんだよね。いや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 、ボーカルは埋もれないです。絶対ないと思う。思うじゃん。あの歌いながらみんなの顔見るじゃんね。はい、結構な確率で書くみたいだよね。書くはね、激しいんだよね。パフォーマンスが。あいつね、側として見てた。フロントマン殺しだよ。本当に。あいつもともとフロントマン。そうだね、確かに。そう、燃えるよね。そう。負けるそう、だから負けてないんだよなって思う。俺もなんか盛り上がるぜって気持ちになれる、うん、各と一緒にそうだね、お客さんでいいとこだよね。ライブ見てるとやっぱ各がずっとこんな感じ。そうそうそう、なんか2個上の先輩に似てきたな。そうなんだ。先輩リスペクトかな。ちょうど高校1年生の時、当時の軽音部の部長の先輩がドラマーで、結構ライブで激しめのパフォーマンスをやるんですけど、似てきたの。やっぱ見てきたものに似るよね。音楽性だったりとかさ、聞いてきたものによるし。いや、いいよね、音楽って。ちょうどね、当時ちょっと小バカにしてた感じ。顔みたいな。それ、あ、カクが言ってたの。カクの別の子が先輩顔みたいな感じのノリでやってたのに、今では。かっこいい、かっこいいよね。でもそれかっこいいっすけど。私あれだよ、リュウ君がベースを持った時びっくりした。もともとギターだったから。そうなの。そうなの。サウスニック組んでベースにしたんだよね。したって、ベースになった。やらされた。やらされたんだ。そうなんだ。衝撃だったあの時は。俺もえみたいな。ベースみたいな。生粋のギターボーイみたいなイメージだから。あ、そうなんだ。そう、あのギターボーイがベースを持っているみたいな。それでこそ言ったらさ、ワニマ入って、ワニマの時って全員ギターで組んでたし。あ、そう、高校生の時にワニマのコピー版で、ワニマじゃない、タニマだ。そう、ワニマのコピー版でタニマを組んでいて、集まった3人がギターだった。全員ギターだったんだよ。そうで、ベースをやらされた。あ、なるほどね。なんかドラムをやったわけ。あ、そう、やってもらって。俺はずっとギターだな。あー、でも1回だけなんかこのサークルのライブ、このサークル内ライブの2週間前に、今夜ベースボーカルやってくれないかみたいな。触ったことないけど何やんのと思ったら、フォーリミ。あー、フォーリミ。そう、2週間で2曲必死にベースを覚えた。すごいな。っていう記憶がある。すごい。じゃ絶対さ、必要だよね。なんかそういう別の楽器も弾いてみてみたいなのは絶対なんかやった方がいいなって思う。そう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 、だいぶ視野が広がる。確かにそうだね。弾けないけどギター。弾けるじゃん。弾けない。俺最初の頃アミちゃんよりギター下手だったと思うよ。マジで。書くよりも下手だったし、もう自信がなかったけど、このその2人と一緒にこのやっていくうちにだんだん自信がついてきたから、
もう感謝してるね。あー、私もですよ。バンド内でのろけないでもで、たくさん素敵な出会いがあったよね。そうですね、すごいよね。でも今こうやってラジオで3人集まって話せてるのも、うん、そうですね、感慨深いね、とっても、うん、いいね、こうやってなんか同じ年代とか違う年代でも一緒になんかね盛り上げていけたら、うん、そうですね、楽しいなって思いますよ、私はね、楽しい、楽しくやっていきましょう、はい、やっていきましょう。じゃあここで曲の方いきましょうか。はい、何流そうかな。さっきサウスニックの曲流したからな。はい、キャットベアーズの曲流しとくかな。やったー。じゃあ僕の好きな雨の街をお聴きください。キャットベアーズで雨の街。終わらせてしまえたらどんなに楽だろうか、そんな風に思ったことはあるかい。自分を傷つけてまで僕は何がしたいの。そうやってまた自分を追い込んでんだ。そうだろう、生きるための希望とか死ぬための理由とか、知らない道の真ん中で途方に暮れてたんだ。転がり迷い続けてここまで来たのに、石になって何を探してたんだろう。雨が降り出して乾いた僕らを濡らしても、晴れ間を目指して確かに進んでゆくよ。少しずつでいい、一歩ずつでいい、君の元へと今走り出すよ。昨日が迎えた今日が明日に変わったらさ、頭の中の何かを一つ忘れそうなんだ。このままなくしてしまう記憶を手に取って、こぼれないように大事に持ってんだ。ずっと歌うためのこの声が、走るためのこの足が、使えなくなったそんな悪夢を見たんだ。もがいてあがり続けてここまで、僕には何が残るの。雨が降り出して乾いた僕らを濡らしても、晴れ間を目指して確かなこの手を伸ばすよ。声が枯れてもいい、届くのならいい、君のために僕が今歌うよ。ドクターヤングルーブエンディングです。はーい、はーい、あっという間ですね。ねえ、早かったね。最終回のエンディングだね、はい、7ヶ月分の集大成です。はい、3ヶ月分の、はい、そうです、サウスニックは3ヶ月分の、あ、そっか、はい、そうだよね、途中から、
参加した形になるので、はい、なんか告知ありますか？はい、告知あります。はい、8月21日ガールズオアボーイズさん主催のガールズボム、はい、こちらはですね、ガールズオアボーイズさんのセカンド EP のリリースパーティーということで、はい、場所は那覇アウトプット、オープンが19時のスタート19時半で、前売り1500円、ワンドリンク別となっております。はい、こちらキャットベアーズが出演するライブですね。はい、ともう一つは、はい、8月27日土曜日、お隣シティですね、はい、オープンが17時半スタートが18時ということで、こちらはIDA の、そうですね、主催ライブ、主催ライブにまたキャットベアーズ出演しますので、 G シェルターですね、場所は、はい、無料配信も見れるらしいので、よかったらツイッターの方にフライヤーの方がありますので、そこから QR 読み込んでいただくと見れるらしいので、はい、よかったら遠方の方もご覧いただければと思います。はい、ちなみに僕は、はい、あ、ごめんなさい、あ、ごめんなさいね、ちなみに僕は予約しました。嬉しい、はい、一緒に遊ぼうね、楽しみですね、やったー、はい、はい、チケットのご予約はキャットベアーズまたは各出演者まで、はい、TwitterDM 送ってください、よろしくお願いします。しします、はいはい、そしてサウスニックの方の告知がですね、はい、明日7月30日おお、沖縄市スラムバーにて、はい、祭り前夜というイベントがあります。お、こちらは、スラムバー8周年アニバーサリーの前夜祭となっております。前売り1500円、プラスワンドリンク別で、7時会場がオープンしまして、7時半開演となっております。はい、そしてもう一つあります、8月6日、はい、土曜日、こちらもまた同じく沖縄市スラムバーにて、うん、スラムバー8周年アニバーサリーパーティーが開催されます。はい、いつも僕らがお世話になっているスラムバーの8周年イベントということで、我々サウスニック取り入れ出させていただきます。ぜひとも皆様足をお運びください。こちら会場が、夜の6時、18時ですね、はい、そして開演が、ちょっと伸びて、8時開演となっております。ぜひともお時間ある方はお越しください。はい、情報は、はい、サウスニックのSNS に載ってますので、はい、ぜひともチェックお願いします。チェックチェックします。はい、どれも楽しそう、ね、全部行きたいね。はい、8周年なんだ、スラムバーってすごいね、長いっすね、うん、8歳か、はあ、8年前って何してたろうか。8年前いくつだ、学校の校庭で遊んでたわ、多分8年前、多分ね、俺が中3で2人が中2だと思う。あ、本当にそんなもんか。違う、もっと前か、ごめん、嘘だわ。あ、でもそんぐらいかな。いや、でも14歳、中2。あ、合ってるよね、合ってるよね、そうだよね、中2か、すごい、部活動真っ盛り、そうだね、中学生何してたかな、俺。あ、俺めちゃくちゃ中3からさ、高校に入るまでの間、サトウキビ畑を全力で歌いながら走ってたよ。その頃から歌ってたんだね。そうそう、歌ってた、ザワワザワワ。ワワ。あ、エイスケさんからコメントです。最終回お疲れ様、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。楽しかった、あっという間だったよ ね、 ね、この期間、那覇ラボから始まって、はい、ラボラトリーの研究生たちが博士課程を取り、ドクターヤングルーヴになって、はい、ね、卒業ということで僕らは途中入学ですけど途中入学、編成あるか、はい、あ、コメント来てます。玉の裏のケツジさん、はい、さ、最終回 お疲れ様でした。 ありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。ね、本当に楽しかったね。楽しかった。ね、寂しいね、金曜日なんか思い出すね、うん、ラジオ、はい、ということで、はい、最終回ということなので、はい、皆さんから一言ずつ、はい、挨拶、はい、として一言ずついただけたらなと思います。はい、はい、じゃあ俺から行こうかな。はい、そうだね、FM 那覇さん
を通じてこのラジオをやることで、あのバンドとしても成長できたし、一人の人間としてもこの伝える力っていうのを身に染みて感じたこの7ヶ月間だったなと思いました。はい、これからもその気持ちを忘れずに頑張って SNS を駆使してバンド活動頑張っていきたいと思います。以上です。はい、応援してます。はい、じゃあ次私ですね。はい、でもラジオを持つっていう人生初めての経験で、まあ、たくさん緊張したりもしたんですけど、本当に毎回毎回楽しくて、でもちろんこのラジオにゲストとして来てくれた出演者さんとか、はい、この別の番組を持ってる方々とたくさん交流とか、なはらぼの皆さんといっぱいお話しさせていただいたりとか、出会いもたくさんあって、はい、本当に実りもあったし、いろんなものを得られた7ヶ月間だったなと思います。また遊びに行きたいです。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。サウスニックとして、ドクターヤングループを始めて3ヶ月、短い間だったんですけど、いろんなことも経験できましたし、これからもね、使えるような経験をさせていただいたなと思います。本当にサウスニックを代表して皆様に感謝を伝えたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。はい、あ、やばい、56分だ。はい、これからの私たちの活躍にもご注目ください。ありがとうございました。バイバーイ。バイバーイ。また会おうね。